こんばんは、マイクメエミです。ちょっと久しぶりになります。去年からちょっとウクレレで、毎月頑張ってたんですけども、今日は、ウクレレとギターを持ってきました。なんか新しい企画というかハイブリッドっていうんですか。今日はね、有観客ということで、もうお店はお客さんでいっぱいということで、真っ暗で向こう見えないんですけどね。ということで、あ、すごいですね。さすがにいっぱいお客さんいるので拍手も。で、配信が明日ということです。で、今日はあの私の後に素晴らしいアーティストの方がね、素敵な、ユニットさん、それからパワフルな、ね、方も出ますので、よろしくお願いします。じゃあ、あの新しい曲なんですけど、海の見える街、これジブリの、曲ですけど、ちょっと練習してきたので弾きたいと思います。ございました。海の見える街、ちょっとねしばらくこれを練習したいと思っています。2曲目は、昔の、映画ですけども、 The Way We Were、 追憶という曲です。Thank you.
ました。じゃあもう一曲、ウクレレの曲でもののけ姫、これもあのジブリの曲になります。今日はあの余裕がなくて気の利いた MC 何もできないんですけどね、残りの曲はまずあのオリジナルで線香花火という曲を歌いたいと思います。で、今日はあの6月30日でして、6月はあの父の月命日なんですね。それで、結構ねタバコを父は若い時に吸ってまして、で母がね、肺がんになるからやめなさいとか言ってたんですけどもね、全然やめなくて、で結局肺気腫で結構晩年苦しくなって、長く入院をしてました。で私関西出身なんですけども、近代病院に父が入院してるの結構お見舞いに
行った時の曲になりましたから、毎年6月になったらこの曲を作って歌っています。線香花火ということで、まあ、父の命がね、だんだんちょっと、細く細くなっていくのが辛かった時で、まあ、なかなかね感謝の気持ちを伝えることができなかったので、まあ、そういう気持ちを込めて作りました。6月の線香花火聞いてください。バスを降りるとなだらかに登る、どこまでも続くアスファルト、やがて姿を見せる白い壁、赤い十字がにじんでた。あの窓にそっと届け、この想い溢れて、伝えたい大好き。つかないギターで申し訳ない。
じゃあもう一曲、最後に皆さんよくご存知の、吉田拓郎さんの落葉を歌いたいと思います。で実は私の父が船乗りでした。外国航路の船乗りで、結構ね大変な仕事でほとんど家にいないと、一回航海に出てしまうと もちろん何ヶ月も帰ってこないですし、長い時だと半年とかね帰ってこない。だから私姉がいるんですけども、まあ母と私と姉と3人でね父の帰りを待つというような、そういう生活でした。でもだんだん思春期になってくるとね、女ばかりのとこに父が帰ってくるとなんか嫌で嫌で結構嫌ってた頃ありましたね。でまた父がね帰ってくると私たちのことを構いたがるっていうんですか、部屋覗きに来たりね、それがすごい嫌だって、ちょっとねそういう時期もありましたけど、今考えると子供を思う気持ちを、私たちのために一生懸命働いてくれた父、本当に嬉しいですね。で、落葉をなんでその月命日に歌うかと言いますと、私が学生の頃ちょうど苫小牧仙台 のフェリーの船長をやってまして、ほとんど外国に行ってたんですけど、その時だけフェリー乗ってて、で亡くなってから友達が、えみちゃん落葉の歌にえみちゃんのお父さんのことをうとっとって言われて、まあ、関西なんでねと思って聞いたら、あ、苫小牧発仙台行きフェリー、あ、まさしく父が乗ってたフェリーだと思って、まあ、歌うようになりました。ちょっと前置きが長くなりましたけど、じゃあ最後に落葉を聞いてください。風天暮らしのあの地域
ち身を持ち崩しちまった。男の話を聞かせてよ、サイコロ転がして土産にもらったサイコロ二つ、手の中で振ればまた振り出しに集合、ロック演歌ロールってやつをちょっとやりますので、よろしくお願いします。
イーストコートさんね、多分2年ぐらいも安野ちゃんっていう素敵なお嬢さんに紹介してもらって、
もう彼女ルートなしで、ブッキングしてもらったりしてるんですけど、普通のライブハウスとはちょっと違う、感じで、いつもこの配信オンリーみたいな感じだったんだけど、今日は満席のねお客さんでね、いいね、楽しくやらせてもらいたいなと思います。4月に、多分1年ぐらい空いてね、なんかもう忘れられてんじゃないかなって、いくつかにアポ取ったんだけど、そしたらね、なんか2ヶ月でね、今回呼んでくれてね、ありがとうございました。もうだいたいうちから2時間ちょっとかかるんだけども、それでも来て、すごく楽しくやれて、でこのお店関係を大事にしたいなと私は思います。安野ちゃん感謝してるぜ。カメラどうぞ。それじゃあ、割とね、今2曲オリジナル歌ったんですけども、自分で書けないような歌はね、リスペクトの気持ちを持ってればね、勝手に歌わせてもらってもね、作った人は文句言わないと思って、そういう気持ちで、これから2曲ぐらいそういう歌を聴いてもらいます。大好きな歌です。曲もこれ言わないでやろう今日は。打ち砕くのか。
野口五郎さんの君が美しすぎてという歌でした、これも前回やったんだけどね、次の歌も、すごいいい歌です。曲目を言わないでやってみよう。「星と」
凄まじいエネルギー使ってやってたけどさ。もうね、まあ、30代ぐらいまでは1時間半ぐらいのステージとかね、やったんだけどね、考えられないね。実は、今年2月に私、還暦になりまして、どうもありがとうございました。さらにはですね、今年の3月に息子夫婦にベイビーが男の子が生まれて、じいじになりまして、よろしく。いきなり、還暦じいじになりました。ね、2023年上半期なんですけども、結構しんどいことがいっぱいだったんですけども、まあいいこともちょっとあって、まあね、3回目の成人式ってことでね、僕は さっき綺麗な女の人と喋ったんだけど、なんだ、20歳の時にだね、渋谷の屋根裏っていうライブハウスで、ライブハウスに初めて出て、もう40年、いろんなことやってきたんですけども、なんだっけ、何言いたいかついて、そうそう、まあ、とにかく、還暦になったってことで一曲ね、一曲、作った歌があります。今の前川清さんの花の時愛の時みたいな、そういうね、素晴らしい、グッとくるようなバラードを書きたかったんだけども、そういうキャラじゃなくて、自分で曲を書くとこういう歌にしかならなかったなみたいな。これを前回のリハでやったときにね、イクさんがすごい嬉しそうな顔したんでね、今日もやります。じゃあ結局じゃないや、せっかくお客さんいるんで、よろしかったら手拍子なんかしてみてもらえますか。Fucking Crazy Brian 還暦ブリッドです。Come, come, come.
ゴー。それじゃ、最後の曲です、最後にね、何を歌おうかなと思ったんですけど、この間ね、この前川清の歌だったけど、前川清さんの歌を歌った時にね、なんでお前ソロ歌ってクールファイブ歌わねえんだよみたいなね、そういう意見があればね、クールファイブの歌を歌おうかなと思ったんですけど、一切なかったので今日は、日本のホイットニー・ヒューストンと言われている、まあ、自分が勝手に言ってんだけど、八代亜紀さんの船歌を歌いたいと思います。いや、よかった、知ってる人いっぱいでよかったな。Oh,
ミツさんの企画 で、 そうです、ね、あの出させていただいて、はい、配信がなんとね1位になったのでね、はい、いやいやいやですね、はい、いや初出場で1位これはすごいですね、ステッカーを持ってもらって、ね、いや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 、どこに貼ろうかね、はい、考えて楽しみにしてます、はい、それでは1曲目、はい、オリジナル四郎さんが作ってくれました、はい、お前という曲となります、はい、よろしくお願いします、I'm not afraid to die.
きしめて思ってる全てのありだけの力で君は僕の青春だよと言わせてくれ。お前が笑うから俺も笑った。ただそれだけ、それだけのことなのに涙が出そう。あんまり上手じゃないんで、オープンマイクの時に自分がやるって言ってても、うん、結局なんかギターがうまく弾けないから今日私はいいよとか言ってたら、シローさんがじゃあ弾いてあげるよっていうことで、なんかね、うん、弾いてくれるようになってから、うん、ゆかりんローズっていうね、2人で ね、やるようになってね、うん、本当にいつもありがとうございます。いやいや、こちらこそですね。それでね、その最初はカバーばっかりやってたんですけど、はい、いやオリジナルも作ってほしいななんて言って、うん、今のお前、さっき歌った曲、ね、お前という曲を ね、はい、作ってくれました。いい曲でね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、次もね、うん、歌う曲、うん、はい、またね、すぐ次はできたよって言って、はい、作ってくれた曲、はい、1曲目っていうか、一番最初の曲がお前、うん、で、2番目の曲はあなたという曲になります。ありがとうございます。うまくね、つながっててね、はい、次はね、はい、またね、それに続いたようなね、曲ができればいいですね。そうなんですよね、はい、頑張ります。では、じゃあ、あなた聴いてください。はい、最近話さない一人は携帯の中、ぬくもりのないスタンプの笑顔を離れていかないで、一人にしないで、一人にしないで、
捨ててかないで私を私を一人にしないで
ような幸せなんて爪の先ほども望んでません。絡めた小指互いに噛めばあなたと痛み分け合えますか。燃えて燃え尽き冬のツバメよ、泣き殻になるならそれもいい。ヒュルリヒュルリララ、忘れてしまえと泣いてます。ヒュルリヒュルリララ、古い恋ですか女です。この度オリジナル曲をね、はい、作りました。またいいんだ。それをね歌おうと思うんですけど、はい、あのオリジナル曲の題名は決まってないんですけど、はい、これから決めようと思ってます。それでこの曲は、はい、まあ、私は北海道が地元なんですけども、うん、その北海道の、夕日みたいなものを想像して作りました。うん、道東の方なので、あのマシューコとかクッシャロコとか、うん、アカンコとかが近いんですけどね、よく、うん、あの車で遊びに行った時に夕日を見たりしてね、うん、作った曲なんですけど、うん、まあ、内容的にはね、そういうあの夕日が入ってるっていう感じなんですけど、ラブソングっぽくはなっちゃったんですけど、うん、でそのマシューコはね、アイヌ語でね、カムイトウっていう、あ、神のね、泉っていうね、とても綺麗なあの湖なんですけども、うん、裏からね見れる裏マシューって言って、うん、あの地元の人が知ってるんですけど、最近はなんか本とか、うん、とかあのネットとかにも載っちゃって来る人がいっぱいいるんですけども、うん、昔はその地元の人しか知らない場所があったんですね、うん、でそこはね本当に夕日が綺麗に見えるので、その夕日を思い浮かべながらね、なんかね作った曲となります。ちょっと長くなっちゃったんですけど、じゃあオリジナル曲を歌わせていただきます。聴いてください。オレンジ色のさ
最後の曲になりました。でこの曲もね、カバーなんですけどね、ゆかりさんの方からねちょっとこの曲やりたいって話をもらってね、で以前に聞いたことある曲だったんですけど実際やってみるとねすごくいい曲で、で3拍子の曲でね、で、そのリズムがちょっとね狂うとあらって大変なことになるんですけど一生懸命練習しました。聴いてください。聴いてください。金色のライオンです。そうな夜は穴蔵のような
仕方ないことだね。君のあの子は元気なのかい。君のあの歌は歌っているかい。またこんな風に会った時は昔話は良すね。君も僕もヒッピーだった。魂の行き場を探してあてもなく歩き疲れては、一つの僕の中、僕たちみんなヒッピーだった。魂が泣きそうな夜は色の